はい、始まりました。始まりました。はい。Web ラジオ。人生思考が恋。人生思考がいはい。やっていきましょう。やっていきましょう。う司会は、えー、司会は、シードフリーダムも見た。あらバキと。ええー、今週末のコミュニティア、何かあるのかないのか、それはまだ、闇の中、中野です。 そうですね。僕もあのこれをこの配信を聞いているピエルール手塚君何か出せそうですかこうみたいには <laughs>、はい、<laughs> もしかして,ていいですね。うん、もしかして中野でいちのでいちってドロヘドロっていい、うん、そのデートね同じですねそ <laughs> そうそう,そう。字はね字の上では、うん、そうですそれはまだ中野でいち中野でいちということで、はい、みんなまだ多分何も書いてない いやそんなことない <laughs> これが流れてる頃はもう直前だから。あ、これが流れてる頃はね、今は、うん、今ね、今時点では、今時点では何にもないです。変更が終わらなくて <laughs>、うん。まあ、何にもなくても、ペーパーとかね、俺はいるんで、うん、人がいるんで。うん、じゃあ、そんなところでやっていきます。はい、えー お便り1つ目お名前が、えー、マイケル・ベイブレードさんから荒牧さん中野さん手塚さんこんにちはいつも楽しく拝聴させていただいてますエンネームがすごい面白い <laughs> 早速お話に入ります <laughs>、えー、盲目的に娯楽作品を評価することはよくない好きな作品でもフラットな視点で見るために否定意見なども受け入れるべき、はい、という風潮が世間にはある気がします最近までは私もこの価値観に全面的に同意でした 好きな作品であっても批判意見も読んで公平に判断した方が本当の面白さみたいな概念に近づけると漠然と考えて実行していましたしかしとても好きな作品が驚くほど SNS で叩かれているなんて現象に何度も遭遇するうちにもう信者じばわりされたっていいから否定意見なんか見たくないという気持ちになって苦しくなってしまいます私は趣味で創作じみたこともしているので前述の反対意見を見る作業にもモチベーションがあるのですが、えー、創作行為の経験関係なく作品の荒 えー、中には無理やりにでもを指摘したりそれを認識すべきとする人が多いような気がします私は未だにただこの作品が好き全面的に肯定といったような楽しみ方になんとなく罪悪感を抱いてしまうのですが別にそれって悪いことじゃないとも思うのですでもちゃんとした批判意見にその通りだなぁと納得することもありますし逆に正論であるがゆえにその作品が好きだった時にダメージが大きかったなんてこともあっていろいろと自分は死者選択が下手だなぁと思うばかりです そこでお三方にこの漠然とした罪悪感の正体や客観的な評価が必須とされる風潮の原因についてのお考えをお聞かせいただきたいですパブさをやめる、うん、あるいはその苦しさを割り切る参考にさせてくださいなくなってすみませんということでありがとうございますあこれねそうね、あのー、まあある気もしますね確かに、うん、パブさというかねそのエゴさといえば エグサと言えば、この中でエグサしてる、誰だ。手塚さんじゃない。手塚さんは。もう、スイッターに頑張ってるし、一番。そうですね。もしてはいますけど。どうですかね。あの。まあ、でも、僕は、なんか、その、あんま客。観す、なんか、そう、好き嫌いの話で言うと、なんか、あんまり気にしないです。他の人の意見は。よほどこと。なんか。 なんか自分がいいと思ってるものが人に悪いと言われてても、最近あんま気にならないんですよね。へそうなんだ。例えばなんか、その、あ、この人は分かんないんだって思う。かわいい、後半だけでも、例えば、結そうでしょ。僕はめちゃくちゃ美味しいハンバーグ食べてて、なんか、美味しい美味しい美味しいって思ってる時に、ハンバーグってまずいよねって言われても、へえって思うだけというか、だって美味しいしねって思う。 のが基本ですかね、うん、あ,あとこの人も言ってるけどさその両論みたいなのをさ、うん、両論兵器ってさ、うん、そのつまりそのさ確かに同じようなそのプラス意見とマイナス意見あるけど、うん、それってそのグラデーションが全然違うよねみたいなさ、うん、こととかもあるというかさ。うん なんか確かにそういう風に見ることができるけど、うん、それって結構うが,うがった見方しないとできないかもしんないしみたいなでもプラスの見方はもっとその幅広いよねというかそ,のそんな風に見なくてもなんか結構自然に見れるよねみたいな感じになって、うん、じゃあこの2つの論をその平気その同じようなテンションで平気することの意義って何なのみたいなさ。うんうん 話とかもあるわけじゃんそだから一理あるっていう時にいやキュウリと一理じゃあさ圧倒的に違うわけでっていう話も一理しかないだろみたいなね話もあなのにどっちもどっちだよねみたいな感じに見えちゃうとそう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 てうとだそう害があるそう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 そそう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 そのそう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 うそう こんなに言ってるだけじゃんみたいなこととかもあるわけだしさ、その、そうですね。なんか、思うのは、なんか、その、客観的で、なんか、論理的な意見の方が腹立つことが多いですね、なんか。あの、好き嫌い、好き嫌いにはあんま腹立たないんですよ。だって、その人の感性じゃないですか。僕は美味しいって、例えば、白米があんま美味しくないって言ってる人だっているし、それは仕方ないわけですよ。どんだけ僕はいしい。いるからね。白米美味しいと言うべきではない。 でもなんか白米がなぜその全人類にとって面白くないかを論的に説明しますって言われたら反応したくなるんですよね、うん、なんかだって <laughs> まあ <laughs> 嘘だからここにねそれを美味しいと思う人類が一人いるぞっていうね分の自分の好みは人の好みに対してはもう干渉できないもんだなと思うんですけどその好みをなんか本当にみんなで共有できるべきような,なんかその、うん フラットで客観的な意見というふうに言われてしまうと、それはお前の好みだろっていう話を、なんかいろんな例を挙げていい。うん、なんか言って好みの話に終わらして終わらせたくなるっていう感じは。うん でもさまあ卑怯っていうか目的が違う気もしててさ先週の「パルワールド」の時にも言ったけどパルワールドとかねまあんだろうなパルワールドじゃなくてもいいんだけど自分の特定の作品が好きだ嫌いだみたいな話をする時に好きな理由嫌いな理由みたいなものを他者に説明したり共感を求めたりとかをする際に理屈付けみたいなものとかが必要になってくるよねっていう話があったと思うんですよね。 それを別に他者に共感とかを求めないんであれば別に好きな理由も嫌いな理由も自分の胸の中にしまっておけばいいというかまあ別に喋ってもいいんだけど例えば嫌いっていう例えば俺が何だろうなえ何でもいいや何でもいいんだけど今目の前にあるまあいやちょっとわかんないなドラえもんとかにするかドラえもんがあんまり好きじゃないとしましょうか。でドラえもんがなんで好きじゃないかっていうと主人公があまりに甘やかされているしリセットされるし成長がそのなんか。 そうういいとこ好きじゃなんですすよねみたいなことをるじゃもそんなこと言ったらコナン君だとかブラック・ジャックだとか何でもいいけど「サザエさんだろう」がそういう1話完結型でなんかそんなに主人公のあれがリセットされがちですとかいろいろもうちょっとさあるわけじゃないですかその嫌いさが適用されうる作品が。でもだから そういうい作品はでも中野さん好きですよねって言われたら確かにみたいなことになっちゃうだからなんだからのか好きさとか嫌いさとかを理屈続ける時もそういうのが難しいよねみたいな話をね確か先週した気がするんですけどなんかその今の手塚さんが言ってた「好き嫌いとその」と、うん「それを客観的な意見です」って言われる方がカチンとくるっていうのもなんか客観的な意見ですっていう人ってやっぱりそれを広めたいっていうか自分って うん、同じ考え方の人を増やしたいというか、なんか、そういうモチベーションでやってるんだと思うんですよね。うん、なんか。まあ、そうだろうね。うん、だから、なんか。きっと目的が違うんだろうなと思って。まあ、その理屈に対して、どれ、どれほどなんか真摯に話してるんだねっていうところが、まあ。気になるっていう感じですかね。まあ、例えば。説得失敗ってことですが、ね、手り。そうですね。うん、まあ、だから、<laughs> その。 ごまかしてるんじゃないか箱理屈のちょっと隙間のとかごまかしてないっていうのがあったら、ちょっとそこが気になるなっていうのがあって、うんうん、まあ、例えばなんか、あのー、まあ、でもこう、こう,う具体例を出すのどうなのかっていうのはあるんですけど、うん、例えばゴールデンカムイっていうのはなんか、人を傷つけないような話題が描かれてるみたいなことを言われてたじゃないですか、ギャグが。ね、いや、傷つく人はいるだろうって思うわけですよね。そうですね。うん、そはあなたは、これ、あなたが勝手になんか、例えば、 あの女性を尊重してる描写があるみたいな話をした時に、うんうん、でも男の人を性的に扱ってますよねうん、うん、みたいなこととか思うわけですよ。うんうん、で、それありきで面白いなっていうのはいいんですけど、例えばじこれがなんかあの、人を傷つけないようなギャグがされているっていうことをやるために、うんうん、そこを歪めて言われてると、なんかおかしいんじゃないかなっていう、うんうん、これは例えばその、えー、と差別的なものかもしれないけど、それを面白いと感じる自分がいるっていうのはちゃんと認めてくれよっていう話。うん 思う感じですかねなんかそのう,うまく触ってるかわかんないですけど、うんうん、なんかこうこれってこうだからいいよねって言った時になんかそこでなんかごまかしてないかねみたいな結構ある気がするんですよね。うそうだね、うん、難しいななんか<そ>もうじゃあ 何もも言わなない,いいいがかもって感じまあ,なあの客観的客観をなんか装う時は真剣に装ってくれよって思う<ー>本当にみんなに共有してほしいというのかなんか良い、うん、悪いが決まった上で後から理屈をつけてるのかっていう、うん、いその理屈が本当にあなたにとって大事なのかっていうそうですねでもなんか、うん、なんだろうなまあなアドバイスするんだとしたら <laughs> 結構そのなんか もっともらしいこと言われると流されちゃいがちだから、うん、そ,のそこをちょっと自覚するべきかなと思う。その自覚してたら流されてるなって思っなんかその分かって自分の気持ちを大事にしてくれたりとかね、することもあると思うんだけどさ、その人の意見に流されないようにね。まあ、そういうところかな、まあ、俺は。うん まあ否定的、でも否定的、まあ、やっぱなんかやっぱりその人と共有するものだという意識が強い人がそれで困ってて、僕はもうかなり前に心を閉ざしてるから、自分が面白いか面白くないかの方が重要って思ってるっていうところがそんな気がしますね。例えば自分が好きなものを叩かれてて、やっぱ傷つくっていうのは、やっぱり人がどう思ってるかっていうのをすごく重要視してるなと思ってて。だって 自分じゃないものをコントロールすることはできないんだからって僕は結構思っちゃうんですよね。そうだね、それはすごい思うし、手塚さんとかなりその、うん、一緒なところだなって思うっていうか、人に人の感想にそこまで期待してないっていうところが、かなりあるかもしれない。うん、だから、まあでも、そういうやるとしたら、やっぱこれっていいよねっていう発言を自分がしていって、それに対して共感する人っていうのを見つけていくっていうほうがいいかなと思ってる感じですかね。うんうん でも本当にどんな意見もあるからね、やっぱりその。うん、探していきゃ、否定的意見、なんかその i s を寄生獣の一環の Amazon レビュー見てくださいよ。腰引きつけてるやついんですよ。寄生獣の一環、ねうんうん、世の中は多様だっていうことをみんな思ってほしいと。<laughs> <laughs> 寄生獣の1回読んで、これは星1の作品だって思ったような人がいる世の中でみんな生きてるわけですから。もそれってシュリングが破れてるってことじゃないのかな。<笑><笑>シュリングが破れてて星1ですいや、それは分かんないですけどからい。だとしても、まあ、だとしても、そんなに低い評価をつけてやりたいと思っている人がいるわけじゃないですか、2%と。それは多分何か読んで面白かったいや、読んで面白しかった絶対位置つけないでしょ。だ、うん、<laughs> って、これめちゃくちゃ白いの<や> <laughs> に,に。いのに。 いるからね岩き先生と全然関係ないところでついた位置とかは絶対あるとまあそれはあるかもしれないですけど、うん、でもまあそんな世の中ですから面白いとか面白くないとかっていうのは、うん、そ,のそういう人いるから探していきゃい,い,ついくらでもいるんだから探すなよって思うわけですよ。<laughs> そういうのか <laughs> 気の合うやつを探していった方がいいだろうって思うわけじゃないですか。でなんかやっぱ、ね、結構まあ同調圧力みたいなのはやっぱあるあにはあると思うんでなんかそのみんなが嫌だ ダメだって、言ったくだ,だって言ってたら、なんか、言いにくいな、好きだって言いにくいなって思うかもしれないですけど、言っていくしかないですよ、それは。なんか自分がいいと思ってるんだったら。うん、でそ、それを言うことが、なんか自分もいいと思ってたっていう人をなんか発言しやすくするから。そうね。そうやってやっていく以外のことはなくて、周りが自分にとって合わせてなんかうまくなってくれるっていうのは、やっぱその、 どちらかというともう受けてるものを好きになっていくしかないんじゃないかなっていう気がしますけどねそう,そうなりたいんであれば、うん、最初から受けてるもの気にするなに尽きるってことですよねでも手塚さんが言って気にするな、うん、というよりはなんかあのー、まあ気にするなのかなでも自覚自分が好きなものの方を見た方がいいよって思う感じですね、うん、そっちを見るよりこっち見た方がいいよっていう感じかな でそのなんだ手塚さんの気持ちの上では別に、えー、人に自分の好きなものをこれはいいものですよっていうふうに理屈づけて広めていくこととか、まあ、逆に人のそういう理屈んあんまりそういう。 他人を変えることから他人に変,変えられることにも興味がないって感じなんですかね。変えるというよりは、まあ、自分がどう好きかみたいなことを言っていくことの方が重要だな。だからその前も言ったじゃないですか、はい、僕はブログを書き始めた理由として、自分が好きなものをなんか、あのこいつは分かってねえなって思うやつが、うん、<laughs> レビューをしてるなって思ったから、自分がこれはこう面白いんだよっていうのを言っていくこと。 が重要で、そうしたところでちょっと曖昧だった感じの人がそれを読んだ時に僕の意見に同調するならば、うん、そういうそれやっぱこれ良かったよねっていう人が増えていくだろうなっていう感じです、うん、なんかそういうまあすごい、うん、あのぼん,ぼんやっとしてから、ね、そのあんま直接的に反応するか戦うとかっていうじゃない戦い方をしてるっていう感じうん。うんうん、まあなんかそのグーグルとかでねその例えばタイトル「その漫画太郎」みたいな漫画があったとして、うん、漫画太郎 評判みたいな感じでね、検索したときに、一番上に手塚さんのあれがね、来たら、漫画太郎めちゃめちゃ褒めてるね。うん、あのレビューが来たら、あこれネットでまずは褒められてる作品なんだっていうね、うん、感じに着地してくれるかもしれないですからね。そそう、だかからまあ、なんかその否定的なことを言ってる人に反論するよりは、うん、自分がいいと思ってることを言った方が、うん、なんかその結果的に自分の思い通りになるなって思ってるのはあるかもしれないですね。うん。うん なんか悪口を言うなじゃなくて、こうやってこういいんだよねっていう話の方を多めにしていくっていう感じとか、まあでもそれだと、けん制のために褒めるっていうのはあるかもしれないな。なんか、その、否定的意見が出てきたときに、僕は普通に素直に褒めるっていうのをちゃんと出しておくっていうのは重要で、うん、なんかみんながこれけなしていいんだって思ってる。 ところになんかあらかじめくくさびを打っておみたいな <laughs> 流されないぞというくさびですか流されないでもなんかそのさあのこいつやばいかもっていうのが友達にいたらさそのうかつな、まあ、な,なんかねその手らしみたいなのは少なくなると思う手塚さんが好きって言ってたなって思ったら作品の悪口ってつぶやきづらいよね、まあ、シンプルにね 結構覚悟を入れて、その批判する人だけになってくれるんだったら、それ、すごい嬉しいというね、うん、逆に。うん、そうで、まあ、嫌いであったといっても、うん、その時も僕のことを見ながら嫌いだというところじゃないです嫌、うん、いの入ったね、その批判はね、むしろいいと思うし。まあ、逆に言うと、僕はめちゃくちゃ嫌われているとこいつをけなす傷つけるためにひどく言ってるっていね, <laughs> ね、あの作用があるかもしれないけど。うん でもまあ普通に俺もね、そのでも俺は好きだけどね、うん、みたいな感じのアピールはしますよ、やっぱり。うんうん、それをしてると、なんか、ああ、なんか、結構ノリでけなしちゃダメなんだな、みたいな風にね、その止まってくれる人もいっぱいいるかもしれないしって思ってね。その、うんうん、だからやっぱり、ちょっとネットで評判が悪いものほど、なんか、真面目に。 好きだとといううことをアピールしようって思いがう、まあ、自分の中で好きなのが確定だったら、まあ、それは出しても問題ないんじゃないかなって気しますけどね。う,う,んう,んうん。うん、わかんない。でも、まあ、それで揉め事になる界話もあるのかもしれないですけどね。僕はまあ、あんまりそのそういう氷をしてないから。そうだけど、例えば、カップリングの、ね、逆。ああ<ー>、そういうことね。そうそうそそれはでも別の話じゃないですか。そのなんか <laughs> なんだろう。まあでも別じゃないのか。でもそう、だからこ,のこのカップリングは許せないとかっていうのはあるわけ、<laughs> うん、あるんでしょう僕はあの当事者じゃないから知らないですけど。ゲームとしてはこっちでこっちは許せないっていうのがあるのは、うん、やっぱなんかうん、うん、そ,そういうのがあるから難しいんだろうなと思いますね。でもそん,なそんなに人と意見が合うことって重要なんだろうかっていう。 まあね、まあでもそ僕がそこがその感覚が今鋭便じゃないからそう言えてしまうだけなのかもしれないんでみんな気にしてる人はやっぱ気にしちゃうのかもしれないですけどまあ気にすると思いますよ普通はやっぱり、うん、その手塚さんのくさび打ち行為が俺に有効なようにというか、うん、そのやっぱり自分の好きな人にどう思われるだろうとか。うんうんうん あの人をいたずらに傷つけないようにしようみたいな気遣い、うん、みたいなものって普通にあると思うから、うん、なんかまあそれって自分が傷つくから向こうも傷つくだろうと思ってるわけで手塚さんは多分別にそんくらい前提としてね大したことじゃないですよ、うん、そんな好き個人の好き嫌いが違うことなんてのはっていう、うん、ことだから別にやってくれても構わないし自分も別に。 うん、言いますよってことなのかもしれないけど。そう。だからやっぱなんか好き嫌いの01の話じゃなくて、うん、ここがこういうふうにこうだったっていう話ができ、まあ、別にあの嫌い、友達だったら別にそれが嫌いな人とでも話はできると思ってるから。うん。なんか好きじゃない、なんか好き嫌いが一致しないと、なんかダメみたいな感じには僕あんまならない。かなって感じですね。まあでもやっぱなんか僕がそのくさび打ちみたいなことを言ってるのは、なんか流れに流されてる 患者ちょっと好きじゃなないいのかもしれない、うん、これをけなすのが今、ナウイとか、これを褒めるのがナウイみたいな感じの流れになってると、なんか自分がそれとそれを見たときにどう思ったのかの方をもうちょっとやってほしいなと思うときはあります。うん、だからう、ね、み,みんながバカにしてるからこれバカにしてもいいんだろうってなってるときに、なんかやっぱり自分がそれ面白いと思ってたら面白いけどねっていうのはちょっと一言言っておくみたいな、うん、多分そういう、なんか本当に。 なんか、そのノリで言ってるわけじゃなくて、本当に嫌だと思ったんだよねっていうところは、うっていうのがあるかもしれない。かなどうなんですかね。でもやっぱ、その、人間関係が密なとこにいると、そういうのは気になる。まあでも、これパブサだから、その、検索して出てくるって話なんですよね。まあそうですかね。うん。うん。わ、ねうん、かんないででも、なんか、わかんないですよね。なんかその、 前も思ってたのは、その、例えば、最近だとガンダムシードとかって、なんかシードを結構叩かれてたイメージがあったんですよね、なんか、放送時は。でも今シードの話をしてる人たちみんな面白かったっていう話をしてるように見えてて。まあ、劇場版がすごくね、好意的に受け取られてるように見えますね、うん、タイムラインみたいな感じだと。うん うん、っていうのもありますし、まあ、例えば僕、カラクリサーカスめっちゃ好きだって、ずっと面白いと思って読んでたけど、うん、なんかネットの評判見たらすげえ悪口ばっかり書か,かれてて、うん、なんかすげえ嫌だったんですよね。ね、うん、でもアニメ化するときに、あのみんなの知る名作のみたいな感じになってて、うんうん、えー、あんだけ当時叩いてたのにって思うようだとかっていうのは確かにあって、なんか。 まあ、インターネットは悪口言ってるかもしれないけど発行部数的にはね十分ヒットしてるから、うん、そりゃみんなが好きだろうっていうねそうだ <その S 2> <laughs> からまあなんか好きな人っていうのはそんなに言わない、うん、ネットとかで言わないんだなっていうのもあったりとか、うん、その。 何か嫌なこと、嫌だと思ってる人だけが、その、声高いやってるように見えるとかっていうのもあったりするのかなとか。うね、そうだね。なんかそれが、なんか今、その、連載中だったりだと、公営中だったりして、目立ってるから、なんかなんとなく好きじゃない人も言及してるけど、時間が経てば、なんか好きな人しかもう言及しなくなるから、治安が良くなるとか。うん。んか、いろいろある気がするんですけど、まあどうかな。僕は、僕の結論はいつ、いつもなんか他人のことよりも自分のことを見ろって話になっちゃうから。<laughs> どうしようもない、そう、そうじゃない人に対して、なんか。うまいこと言ってあげられる言葉が見つからないなって。うん。そうですね。うん。なんか。否定意見なども受け入れるべきっていうか。まあ、その受け入れるっていうのが何なのかってことだと思いますね。えそうだね。<の>うん、うん、その、それを自分のものとして納得する必要があるかどうかっていうのは、また別の話で。うん、なんか。うん、その。 その作品に自分の中にいろんな人の視点とかを可能性みたいなものとかを住まわせることは別に俺悪いことじゃないと思うからなんかそれで苦しくなっちゃうんだったらまああのでもなんか自分は好きだったな他の人はどう思ってるんだろう でああ気に食わない人もいるんだなまでの流れって別に悪くないはずでなんかそれで具合が悪くなっちゃうんだったらまあやめればいいけどなんか手塚さんとかは多分具合悪くならないわけじゃないですかそもそもそんなうんそうまあ具合悪くなる時期をもう脱しましたねうん、うん、かなり昔だからなんか年、まあ、を取ればいいそこでなんだろうなあ,あ自分は面白かったと思ったのにつまんなかったとか気に食わないって思う人もいたんだなんでだろうと思って 気になって見て見みたらあなるほどそういうい見方もありますかなるほどね。まあでは別にあなんかそんな悪いことじゃないというかそ,そういうふうに思いたい気持ちってすげえよくわかるし、うん、本当の面白さみたいな概念に近づける本当の面白さみたいな概念に近づけるかどうかわかんないけど作品の見方を広げるというか自分の中であのいいことだと思いますけどもまあでも、うん、普通にインターネットの,その見栄えがいいってことを いいのは確かだとは思う。普通にそういうまあ相対化対応すを止めてみたいなね。<う>でもそれだけじゃそれだけというかさ、かどこまで行ってもやっぱりその完全に客観的なその意見っていうのはさ、切りがないからね。そう切りがないし予想しかできないから、うん、ことだから、やっぱりそこをちゃんと意識してったらその、うん、間にね、間に飲まれないで済むと思います。分かる。 そう客観ってないですよね主観の集合でしかないからう。うん、なんかこのマイケル・ベイブレードさんも創作じみたことをしているって言ってるけどまあなんか例えば俺も漫画じみたことをしてるんですけどその漫画で例えばネームとかをさお話とか考えるときに、まあ、目の前に無限の可能性があるわけじゃないですか展開として。うん、でその中でどれを選び取るかって自分が面白いと思うそういう自分のおもろを頼りに舵を取るしかないわけですよ。 でだからそこで自分のおもろをやっぱりね大事にしすることが <laughs> 作品を作るときには必要で自分の価値観というかね何がいいと思う何が大事と思う何がよくないと思うとかっていうことをうん、うん、それを、えー、それってでも俺は漫画の話してるけど多分人生でも同じなんですよ人生は選択だから基本的に。ねうん、だからそこの選択を えー、精度を上げていくために己を知るためにその人の考えとかいろんな意見を知っていくってことであってその最終的にはやっぱり自分のその家事というかねその感覚みたいなものを自分好みにチューニングしていくっていうことに尽きると思いますそうだ、ね、なんか。 思っているかな,なんか、うん、だからそこさえ忘れれななければいいいんじゃないでしょうか,なんかあの人はああ言ってたこの人はこう言ってたああいう意見もあるしで迷っちゃうっていうことじゃ本末転倒っていうかなんか、まあ、その過程を経てやっぱり自分はじゃあどうなんだろうっていうところをちゃんと同じこと以上それ以上に大事にしないと多分意味がないんじゃないかという気は。 するかなきっとうん、そうだねうんまあうんそうだねうんそうですねまあなんかこの辺で言うと僕はんかかなりその「y アストーリー、ドラックエ・グランコエス・ y アストーリーは結構好きな映画なんですけど インターネットがみんなでボコボコにしたあの映画。 そうでまあなんか最後の下りは別に好きではないんですけど下りはまあ縦付きは好きなんですけどなんか喋ってることはなんかやっぱちょっとチープだなと思ったりとかあったんですけど、うん、でもなんかドラゴンクエストっていうのを映像化する CG で映像化するっていう時にかなりなんか見たかった映像がすごくたくさん見れて、うん、なんか褒めるべきところはすごくたくさんあったこれ見てよかったなってうこところ山ほどあってちょっと最後の方ところだけちょっとなんか引っかかったっていう感じだからなんかその構成してる 中のその8割9割ぐらいは僕は好きなんですよね。だから見てよかったし何回も見てるんですけど。うんうんうん、何回も見てんだ、すごいな。僕何回見てます。なんか、まあうん、レットフックス入ったから、なんか、うん、あの、つけっぱなしにしてる時とかって、うん、ある。んですけど、なんかそういう意味ではなんか、あの、でもなんか、決して許されないものだみたいなこと言ってる人いるわけじゃないですか。なんかその。うん 山崎隆監督っていうのは原作を蹂躙する、なんか、最悪。たまにのことを言って <laughs> 言いや僕なんか見ますよ、たまにその。えー、っていうのはあるんですけど、そこまで悪かないだろうって思ってるけど、まあ別にこの人たちを否定したいわけでもないからな、みたいな感じで見てるっていう感じですね。うんうん、で、たまになんか、まあ結構この辺面白かったねって話を思い出した時にするみたいな感じ。で、別にそれで問題ないっていう感じですか、ねうんうん、だからその、どうなのかな。<laughs> うん,なんからそれはなんかそれでいい気もするけどそろそろ次の歌いにいこうかなと思いつつ好き嫌いでそれぞれのあれだよねで住む場所となんか倫理や道徳社会的な道徳みたいな場所でのよくないんじゃないかみたいな言及話とかだと、うん、なんかちょっと違ってくるのかなという気もするんだよな。 まあ、そこも別に「ここにいや俺興味ないし」とか「そんな社会的なあれに興味ないよ」っていうことも別にありはありな気もするんだけどでも、うん、なんだろうなそこも全部ひっくるめて好き嫌いとかそれぞれの趣味だよねっていうような話にまで含めていいんだ、うん だっけどうだっけみたいなことはちょっとよく分かってないかも、うん、自分自身が例えばまあ自分が面白いと思ってたものに LGBT 差別のなんか要,、うん、要素が含まれてるよねって指摘を受けた時にどう反応するべきかったいうのはあると思いますけどね、うんうん、で僕はまあその辺はよくないよねっていうのとなんかでもこれ面白いと思ったんだよねっていう気持ちを両方並立させてて持ってるって感じですね、うんうんうん 決して、例えばそこで出てくる、それ差別だよねってやるのは差別だなって思うし、良、うん、くないなと思いますけど、うん、それはそれとしてなんかこれ面白いんだよなって思う気持ちもあって、うん、なんかそれは、うん、あの、例えばその差別的であることを嫌がってる人に対してこれ面白いよって押し付ける気はない。うん、けど一方で、なんかそう指摘されたから、これはぜ全然面白くなかったものだとも思わないっていう感じですかね。なんかやっぱ90年代とかの漫画とか見たら、絶対やっぱりね、面白いと言ってはいけない。 ギャグとかいいっぱいあるわけそうです、ね、そうですよねで、うん、でも面白くなかったわけではなくてやっぱ面白いと思ってたんだよなでもこれは差別的だからこれ傷つく人もいるんだよなっていう気持ちをこうそうですねあの、うん、混ぜずに置いてるっていう感じですうん、うん、なんかその辺がなんかそのやっぱりそのゼロ1になるようななんか 間のなんかね、すごい微妙、0. 点何歩のグラデーションがある中で、どうするかとか、そのゼロと一を、なんか完全に分けて、なんか複数持っておくとかっていう風な。なんか心の置きどころ。そ作れば、ね、まあ、なんとかなるのではないかと。いう気がします。うん、面白いな。好きなんだよなって思っても、それが言いづらい空気があるよなって時に、まあ、でも。思ってるだけ。うん、そ、その言えないこと、例えばツイッターとかでつぶやけないっていうこと自体に、すごくストレスを感じるって気持ちもわかるけど、うんうん、でも。うん あの思っとけば別にいい話っちゃいい話っていう気もするしその、うん、差別的でよくないよなーっていうのとでも面白かったよな面白いよなっていう気持ちをね両立、うん、させておくっていうことは自分の心の中においてはできることだと思うからまあ俺も年を取ればもうちょっとねなんか。うん かもしれない。例えばなんかエロ漫画とかみたいなね、やっぱ女性差別的な表現は山ほどあるけど、ね、やっぱりエッジだから読んじゃうみたいなのがあったりするわけじゃないですか。うんうん、これはなんか、やっぱそ、そこはなんかすごい狭めてるというか、領域を狭めて、この輪の中だけで楽しいんで、ストには持ち出さないみたいな感じの、なんか、やり方をしないと、なんか、すべてを否定する。いうかう、ね、全部が同じその、ね、テーブルの上に乗るわけではなくて、うん 出すとこ出さないとこをちゃんと決めて分けてなんかうまいことやっていくっていう感じになるんじゃないかなっていう気が僕はしてますねって感じ、うんうん、盛り上がりすぎてもう30分をね<あ>過ぎてしまったがどうしようかなどうします次は悪役のバックグラウンドについてね喋ろうかなって思ってたんだけどああもう長そう、ね、長そうですねそれじゃあ次にしようかなうんじゃあ皆さんねコミュニティアで 手塚中野あらばきがいるかもしれないいないかもししれれななないいいいかかわりませんがまたスペースにね来てみてくださいコミュニティアにもし来られる方は。はいはい、というわけでじゃあこんなもんかなあのまたティアマガとかにもね、はい、あのティアマガで限定の人種稿がねうう実は連載されてるんですよ、はい、皆さん文章でティアマガで読めるし文章にしきれてない分はそのティアマガの連載ページから QR コード読み込めば。<う> 実はね、YouTube にひそかにアップロードされている、そこからしかたどり着けない人種校の特別会がね、<う>毎回あるということで。そう、毎回あるんで、実は。そう、うん。ティアーマーがなんか売ってねえよって人はね、ご安心ください。うん、あの、コミュニティア、PDF で売ってんだ、これ。うん、PDF で売ってるんです。ただね、最新号が販売されるまでにはちょっとラグがあるんで、うんあの、先月号、先月じゃないけど、まあ、前回の号とかは、300円くらいで確かね、買えると思うから。そう,そう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 。 別に買ってもらっても俺たちには死ぬもんができない。でもいつかどっかで人種公まとめ本とか。そう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 。連載が終わったりとかしたら、なんかそういうことやらせてくれるかもしれないから、コミティアは。確かに。いずれね。今度コミティア魂とかもね、出たしね。そうだよ、確かに。あれもコラムページがまとまってるんですよね、確か。そう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 。 歴史が違うから。歴史が違いすぎる。歴史が違うんだけど。年間4ページずつ増えていくね、人種コページ年間4ページか。50年続けばね、200ページの本に。確かに。でも、あれ、もうちょっと文字大きくすればね、8ページくらいになるんじゃない倍になるんじゃない年間8ページくらいにはなる。 CD とオリフォンセットで売ろうじゃあ音源とあれでそうすればすごいカットしてるからさあれ2ページにさせてくれたってペースがすごい速くなるんだけどねそれはそれとして人種考の同人誌みたいなものもいずれ作りたいですよねなんかねリアルイベントの時とかでもいいかもしれないし人種考合同とかねみんなのピンナップ人 同人誌ね、二回目も作りたかったんだよ本当は。みんなの、荒牧さんのピンナップとか入れよ、写真とかね。なんでみんなでピースしてる写真とか入れよ。ああ、いいね。みんなでピースする写真。俺ピース大好きだから。ピース取りたいわ。というわけで、じゃ、今週は。先週も平和を祈ってピースピースって言ったから。ありがとうございます。じゃ、こと、今回もピースということで。はい。じゃ。あ また来週ということでありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。